こっちが本物なのに。舞子ちゃん、ずるいからことこさんを狙ったりするんですよ。彼らの考えそうなことです。それはもう、もちろんそうですよ。そうじゃないと、こんな家業務まらないですよ。それと、最後になりますが、この場をお借りして、私の婚約を発表させていただきます。この度、私はアジアコマースカンパニーの会長、星崎玲治さんと婚約させていただきました。おお、これで目的が分かったな。まさか、乗っ取りですか？しまうんでしょうか。テレビの中にも私がいて、私って本物のカモコトコなんでしょうか。気持ちはわかりますけど、あなたが本物のコトコさんですよ。それは私が保証しますから。みつこさん、ありがとうございます。京一郎さんって探偵ですよね。探偵以外の仕事もいろいろと請け負ってらっしゃいますよね。それならお願いがあります。私が私であるために、あの婚約話を壊してください。京一郎さん、やっぱりご迷惑だったでしょうか。本当にごめんなさい。やっぱり。お仕事ですか。そうですよね。
京一郎さん、報酬のお話なんですが、いかほどお支払いしたらよろしいでしょうか。報酬はきっとお支払いいたします。もしうまくいかなかったとしても、一生をかけてお支払いします。だからお願いします。なんでわざわざ外貨なんだ。いや、気になってな。すまん。100万ドルですか。よろしくお願いします。さんが本物であることの証拠をつかむ必要があるんじゃないかな。いえ、私が知っていることは大抵のぞみも知っていますし。そののぞみさんが捕まっていたりしたら、自白剤とか催眠術でもう聞き出してるかもしれないよ。たとえうまくいっても、今度はそれがことこしか知らないことだっていう証拠が必要になるぞ。私もよくは知らないのですが、のぞみが言うには、その私の大事な方なのだそうです。それって
さか旦那さん？はい、そうなる方だと伺っております。よかったね、夢が叶ったじゃん。貧乏生活から脱出だな。もしお嫌でしたら。私と京一郎さんのおじいさま同士の口約束だったと聞いておりますので。遺言だ。なあ、鴨会長は死んだんだろう。あれほどの大物なら遺言があってもおかしくはない。むしろない方が不自然だ。そうですね、正式な遺言状であれば婚約話に一石を投じることくらいはできそうです。それはない。遺言状はまだ弁護士が持っている。調べた。あとはお前次第だ。ちょっと行って盗んでこい。私のことですから、すべてお任せし同士なんてできません。それに京一郎さんが心配だし。ごめんなさい、私自分勝手ですよね。私から危険なことをお願いしておきながら心配だなんて。亀つーい。